30分トークーイエーイ、嬉しい。本日のスペシャルゲスト、タイガさんに来ていただきました。よろしくお願いします。タイガさん、ありがとうございます。タイガさん、ありがとうございます。いや、嬉しい。来ていただいて、いや、本当にまさかニューヨークの2人が俺の名前でね、出して読んで。いやいやいや、タイガさん、僕本もあの買わせていただいて、はい、うわ、あの自伝みたいなタイガさんのやつ読まさせていただいて、ありがとうございます。いやいや、とんでもないです。で、なんか昔嶋佐と飲んだことがあるっていう話をたまたまあのオンラインサロン用の動画で話してて、はいはいはい、で、なんかタイガさんとお話したいなみたいな、その話をしたのがもう1週間前ですか。したらもうすぐ動いてくれて、うわ、嬉しい。オードリーさん の、はい、あのネタライブ、うん、昔ね、呼んでいただいて、それこそラブレターズさんと、そうです、そうです、はいはいはい、あの有楽町の高架下の居酒屋でタイガさんと飲んで写真が出て、その時も上裸でタイガさんのその写真が、うん、上半身裸でめちゃくちゃ泣いてる。夏じゃないよね。それはもう、いや、だからさっきも違った、それ確かタイガさんの誕生日で、誕生日でなんかサプライズで祝ってくれたんですね。コンビニで多分、うん、そうそう、ケーキかなんか買って、タメリスさん、そうそうそう、多分それで多分嬉しくて、いや、だから俺は本当に、だからタイガさん本も読ませていただいたけど、タイガさん今48ですか。そう、もうすぐ9ですね。で、芸歴は何年目なんですか。ちょっとややこしいんですよね、タイガさん、まあ、なんかいろいろ入り方が、はあはあ、そうです。だ、誰とかと同期って言うてんですか。いや、言う、誰が同期なんですかね。あんまりピンと来る人いないんですよ。そうなんですよ。まあでも99年にしちゃえば、まあもう辻褄が合うかなと思って、はいはい、99にし、99にするとなると、はい、オードリーさんは何個下になるんですか。知らないですけど。あんま分かってないです。2つぐらいなのかな。とか、でも本当は芸人の芸歴で言うとみたいな、なんかいろいろあるんですよね。いや、はい、でもなんか言ったら、そのぺこぱさんとかのも師匠みたいな感じでもあったじゃないですか。はい、なんか言ってくれてます。で、その嶋佐とも飲んでって、うんうん、泣きながら喜んでるとか、はい、なんか人生でなんかずっと楽しい感じするんですよ、はいはい、いや、楽しい。で、なんかその昔はちょっとやんちゃしてた時期とかもあったけど、その態度っていうさ、タイガさんがやっとったの分かる、なんか空手でもないなんかこう、はあはあ、独特の武道、はい、にハマって構成して、はい、で、その後卒業して車にちょっとハマったりしながら、こうとっぽいこうヤンキーじゃないけど楽しんでる若者みたいな、はじり山ではいかない、まあそのうん、あのウーハーとかを積んで、そうそうそう、だから一番楽しい19ぐらいの過ごし方を経て、なんか芸人を目指して、はい、その芸能人っぽいのを目指しつつみたいな、はいはいはい、そうなんです。全フェーズなんか全力で青春してるというか。ああ、なるほど、そうですね。で、それが今もそうやな、大変さん。だから若林さんとかがよく回想シーンで出てくるのよ、タイガさんの話って。なんかプール泳いだとか、それを若林さんはすごく懐かしがってて、キラキラした思い出として喋ってんねんけど、うん、タイガさんはそのキラキラがずっと続いてるイメージなんですよ。まあまあそうかもしれないですね。その相手を変えて、お前とももうキラキラした思い出作ってる。確かに、あれは本当に昨日優勝したラブレターさんもそこにはおったわけやんか。だから各、だ、なんていうんですか、だ、全然こう分け隔てなく、どんな世代ともなんか、うん、熱く仲良くなれるし、そうですね。だからめっちゃ豊かな人生なイメージなんですよね、俺大学。なるほど、そうかもしんないですね。で、めっちゃ大好きなあの奥様と出会われて、もう今もう家族もめちゃくちゃ大事にしてもいて、で、今48ですもんね、はい、もうなんか最高じゃないですか。いや、最高だと思うんですよ。もう生まれ変わっても大河で生まれたい。ああ、それはすごい、はい、そうっすね。でもなんか売れたいみたいな乾きがめっちゃちゃんとあるから、ずっとなんつうの、はい、未来に期待できるというか、はい、もっと上に行くぞみたいな、うん、それはもうもっと売れたいですね。そうっすね。でも家族食わさなみたいな、まあ、こともありつつみたいな、ね、もちろんもちろんそうですね。今なんかその以前それこそそのアメトークでこうなんかこう号泣されたので、はいはい、ずっと泣いてる。泣いてる。嶋佐と飲んだ時の泣いてるし。楽しそうやね。だから本当はタイガースみたいなやつが一番楽しい気するんだよ。なんかエモーショナルだね。エモーショナルで良かったですから。その時はあれ何年前くらいですか。あれが2021年とかにオンエアされたんですよね、はい、ああ、もうじゃあ3年経つんですか。3年経ちますね。はい、R1 決勝行ったのは2014年。はい、もう10年前ですか。10年前です。あれ10年前。そうですよ。
はぁ、早いっすね。いや早いっすよ。いやだいろいろあるんだよな。だ元出身はどの辺なんでしたっけ。出身、はい、神奈川県です。神奈川、はい、やんちゃしとったのは神奈川時代ですか。まあそうっすね。やんちゃってそんなことないっすよ。横浜とかっすか。いや川崎です。いやガチや。川崎だ。いやいやでもそんな本当にあの全然あのもう本当そんなみんなが言うような、いや芸人が背びれ帯でつけてそれは喋るだけで。でも高校であれですか、山梨ですか。山梨行ったんですよ。え、なんでですか。神奈川で行く高校がなくて。だから中学がめっちゃやんちゃやったってことですか。まあ別にでも明るかったですよ、そんな。いやいや、そこ気…いやいや、明るい悪いやついっぱいいるんですよ。いやいや、やめてください。そんなんでごまかせないです。とか、そんなんじゃない。ね、なんか明るく…みんなが恐れるような、そのこういう感じじゃなく、明るくやんちゃったんですか。やんちゃっつうか、まあ別に普通ですよね。本当に悪いやつじゃないですか、そんな隠したがるやつ。いやいやいや、本当でもそういうなんか変なそんな暴走族とかもやってないし、全然あの本当普通の。でも神奈川には行ける高校なかったんですか。まあだから勉強はしなかったですね。ああなるほど。なるほど。偏差値的に行ける高校はないかったと。うん、なんかそうでしたね。え、で山梨ってどうするんですか。お家はどうなるんですか、山梨。いや寮生活。いやだからもう全寮、全寮生というか寮のもうだからめっちゃ厳しいところの部活入ったんですよね。そうですそうです。帯同部っていう部活の寮に入って。そこで帯同に武道を習って。帯同部はみんなその寮入るんですか。いやいや一部だけですけど、ね、あその県外の人とかだけ。結構県外からも集まってきた。結構来るんですよ。で、もうめっちゃ厳しい。めっちゃ厳しくて強い部活で。それはなんで帯同部に入ったんですか。そのいやもうほんとひょんなきっかけで、制服屋のおじさんに寮決まってんのかって言われて、学寮ですって言って、あそこはもう悪いし良くないよって言って、それよりも帯同っていう武道を習えば顧問の先生がそばにいてきちっと教えてくれるし寮費も安いからって言われて、まあ寮費安いな、親に迷惑かけたし、まあいいか、ちょっとやってみっかみたいな感じでやったらもう厳しい部活。じゃあその帯同部っていうかその高校入った時点でちょっと、はい、あちょっと親に迷惑かけたなとか、はい、もうまた中学みたいなやんちゃなんは嫌やなっていう気持ちがあったってことですか、タイガさんの中に。もうやんちゃではないですけど、そのお金をちょっと多少私立行って山梨の寮費とかもかけるんで、あ、まあ、ちょっと大変な思いさせるから、うんうん、できるだけ安くとは思いましたね。ああなるほど、はいはい、あだからそこではちゃんともう親に楽させてあげたいみたいな。楽でもないでしょうけどね、大変だったと思いますよ。でめっちゃ厳しかったんです。厳しかったです。もう僕らも一応空手はやってたんですか。ああ、なんかそうですよね。態度は どうやって戦うんですか。組手みたいなのがあるんですか。顔面なしのついたり蹴ったりですね。うん、ポイント制ですか。空手と一緒の。まあ、技ありとか。あ、じゃあ伝統空手に近い感じなのかな。はい、で、面は何をつける。面は男子はしつけないですね。それこそ、でも、ね、中学時代のタイガさんじゃないですか。はいはい、すぐもう、あ、もうきついきついってなってこう、もう出す。逃走しなかったんですね。ちゃんと3年間やってられっかよみたいな。まあでもちょっとホームシックにはなったりしましたね。でもまあ厳しかったけど、まあ、だんだん楽しくなってきましたね、やってるうちにね。だ暑いは暑いね。だからコンディションもあるし、暑いは暑いですよね。態度楽しくなってきたんですね。楽しくなってきましたね。その全国とか行く感じですか。そうです。もう全日本で団体戦優勝したり、はい、日本一ってことですね。めちゃくちゃ団体戦ですけど、団体戦は、はいはい、めちゃくちゃ強くなってる。それで、はい、態度って、はい、空手でいう組手のこと実践競技って言って、はい、空手でいう型のことを、はい、法型競技って言うんですね、はい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 、法律の方に形と書いて法型なんですけど、はい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 、まあ、どれだけ力強い法型か、キレのある法型かっていうのを競い合うんですけど、はいはいはい、その法型の僕団体法径優勝してるんですよ。はあ、はあ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 、はあ、だからもう日本一の法径チャンピオン。いや そんなんやめてくださいよ。舐めないでくださいよ。やばいヤンキーやマジで。わ結構ヤンキーの後輩やからこんなんで笑うのよ。やばっ。おいちょっと待ってずっこれは怒れるぐらい強い。叩き方が怖い強いトーク持ってきたのにな。やっぱこう一戦でやってやったとしたらあんな方形いっぱい言ったらダメだ。そうなんですか。いやそう言った方がクスクスきて最終的に団体方形でめっちゃウケるかなと。振りすぎてる。あ、そうです振りすぎです。さあ振りすぎか。難しいなお笑いって。いやこれはウケると思ったもんな。
極めた高校3年間ですね。そうですそうです。で大学行く行かんみたいな話はどうですか。短大行ったんですよ。あ、そうなんですか。はい、でそれはその態度の一芸一熱一能推薦で、はい、全日本で活躍したりしたらなんかそれをすごいとされてなるほど、それはどこの動画。岐阜の短大行ったんです。岐阜あ、そうか、はい、そうかそうか。で岐阜で自分で帯同部を作るんですよ。お、すごい帯同だ。短大 で, ですまだまだ帯同短大ですごい、はい、ストーリーですね。もうこれ広めたい、この武道を広めたい。あ、やっぱ帯同やって日本一になって推薦で入るけど帯同部はないとこやった。ないとこです。あ、独特な推薦ですね、それは。そうですね、岐阜で。それなんで短大行ったんですか。もっと態度がっつりやるタイプの大学に行くパターンはなかったんですか。あ、それは、うん、偏差値の方で入れなくてまだちょっとまだ学力がそうか、態度ですもんね、はい、不良からの態度ですもん。不良ではない。勉強は基本ずっと勉強。いや、勉強できんくてもあのスポーツすごいやつで大学行けません、そのスポーツ。でもやっぱ態度ってまだその大学とかでもあんまり認められてないんでしょうね。野球とかサッカーの推薦じゃないから。なるほど、なるほど、はい、だそんな強い推薦がないのか、まあ、学力も足りないしで。なるほど。何の短大やったんですか、岐阜は。車ですね、自動車短大。あ、だから繋がる。あ、だから自動車好きな。すぐハマるやん。じゃあこの後車にハマるんでしょ。ハマる。いろいろあるんだよ、そこでも。まあいろいろ確かに。え、じゃあ岐阜でまず帯同部作ったんですよね。帯同部作りましたね、はい。え、部員も自分で集めて、部員も自分で勧誘して。先生は大河さんが教えるんですか。僕が教えるんです。うわ、すごっ。で、大会とか出るんですか。公式戦大会出ましたよ、はい。あ、すげえ。え、マジすごいっすね。はい、白帯とかから始めてもらって、はい、ちゃんと球上げて。タイガーさんも僕が教えて。キューはタイガーさんの。いや、キューはタイガーさんが作ってるやん武道。それやったらそれはオフィシャルのとこ行って。で商談審査とか行って。でも2年ですもんね。2年です、2年です。え、じゃあその岐阜でもがっつりまた態度をやる感じですか。そうですね、まあまあ遊びましたけど。でバイトとかもやりつつ、まあ、やりながら、はい。あれ、車とか買ったりして遊んでたっていうのはその時期でしたっけ。まあ車とかもその時期ですね。その、それ岐阜ってどこで遊ぶんですか。名古屋の飛騨高山っていうところで。あ、飛騨高山、うん、ちょっとあの山奥なんですけど、はあ、さこの作家さんが岐阜なんですよ。あ、そうなんですか、はい、あらら。飛騨高山が、はい、その夜遊びというか、タイガさんがその何ですか、ディスコとかわかんないですけど、はい、そういうこともそこでやるんですか。まあそれは東京帰ってきた時とか行ってましたかね。なるほど、はい、高山にはですね。じゃあそこで車乗って、車乗ったりして態度をやってやって、で夜はもうナンパしたり。どこですか、飛騨高山。高山ででも帰ってきたらこっち神奈川の湘南とかでも。あ、なるほどなるほど。海の家でバイトしたりして。うわー、いいな。ナンパとかして。あー、いい。こうやってもう最高だよ。遊んでました。だからほんとちゃんとでも厳しかった高校生活からちょっと解き放たれた感じ。確かに。そうですね。その反動もあります。そのちょっと反動あります。でも態度やめへんのもすごいよな。確かに。そのやらんでもええ態度を自らやっとるじゃないですか。まあ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 、それは好きは好きやった。好きは好きだし、今でももっと広まってほしいなと。ああ、なるほど。そこはだから純粋に愛があるんですよ、態度に対して。めちゃくちゃ恩師にもお世話になった。なるほど、はい。で、2年で終わって、次はどういう段階で。で、次が僕はサラリーマンを3年やるんです。3年もやるんです。3年もやるんです。ほんな二十歳ぐらいに働かれてたんです、はい、就職ですか。就職23歳まで。何のお仕事をやられてるんですか。なんか建築の仮設資材って言って、工事現場にネットとか親綱とかメッシュシート、防音のとか、はい、そういうシートとかネットを製造販売する会社で。あ、製造販売、はい、そこではどうやったんですか、タイガーさん。そこではだからもう本当につまんなくて、ああ、もうなんかこんなこと一生こんなことで終わんのかなと思って。お金は場所はどこだったんですか。横浜支店。あ、じゃあ横浜だ。実家近く。実家から通ってましたね。で、お金はまあある程度入ってきて、まあ普通のサラリーマン給料あって。でも多分どこでもお仕事はめっちゃ できそうやないですか、タイガーさんって。まあどうですかね、活躍するタイプや絶対、バイト先とかでも。まあでももうつまんなくて、もう土日しか楽しくなくて。あ、はい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 、で土日は地元連れとかと、地元連れとかとナンパしたりしてもうめちゃくちゃちょ自分のこと無敵だと思ってたんで。あ、やっぱタイガーかっこいいもんな。いやいやいや、それは相当モテたでしょ。モテましたね。あ、でもまあ自分ほぼ北村一輝みたいなそうです。タイガーさんがじゃあ20歳とか21ぐらいのその横浜の方で働いて遊んでた時は、はい、時代でいうとどういう時代ですか。
大黒ふ頭で車とかこう車自慢とかがバーって集まったりして、走り屋っぽい人らが、走り屋じゃないですね、あのローライダーと言われるような、あああのあとバウンドするアメ車とか、それって1900何年ぐらいの話ですか。あれが1996、7、8とかじゃないですかね。あーえー、じゃあアメ車乗ってたんですか。いや、その時はマーク2でしたね。マーク2。ワゴンですよね。マーバン、はい。マーク2のワゴン、かっけえな。車庫端にして走ってた。車庫端にして横浜で。もう本当に、そのもう、どうしようもなかったですね。いや、どうしようもなくないでしょ、別に。いや、まあまあ。喧嘩とかはしてるでしょ。喧嘩とかもするんですよ、そういう人。喧嘩とかはその、絡まれちゃうんですよ、ああいう車乗ってると。なるほど。しょうがないから、うん、やるしかなくなっちゃったりする。でも、もう本当自分から喧嘩とか一切言わない。そう、一番怖いとか言うんですよ。いや、自分からやらへんとか。周りが悪かっただけで俺は普通とかよう言うんですけど、はいはい、それどこで喧嘩になるんですか。なんかその川崎ナンバーで横浜走ってると、もうそれでダメなんですか。それだけでなんか言われたりして、うわ、じゃあまだそのストリートがピリついてる感じですね。もうそうでしたね。そういう悪い車がちょいちょい追って、そうですそうですそうです。へえ、何川崎ナンバーが行きがってんだみたいになっちゃう。へえ、囲まれたりするってことですか。あ、煽られたり。囲まれたこともありましたね。はい。え、それでも社会人ですよね、もう。社会人です。え、周りの連れも社会人ですか。社会人でしたね。で、喧嘩するんですか。で、喧嘩したくないけど、なっちゃうんですよ。そいつら、喧嘩売ってくるそいつらも、別に大人っちゃ大人っすよね。その、まあまあそうか。暴走族とかの年齢ではないってことですね。ちょい上です。車持ってるでしょうね。20代とか、うん、そうだね。それは何ですか、チンピラってことですか。しゃ、まあ、わかんないけど。何かに属してるやつらでもないってことですよね。チームとか。まあなんか入ってんのか知らないですけど、どう終わるんですか、それで喧嘩して。え、確かに。どうどう終わるんですか、その喧嘩って。なんかまあ、あんま強くないなと思って、なんか泡吹いたりしてました。いや、やっぱすごいわ。いやいや、でもやっぱすごいわ。たまたま、たまたま、たまたまです、たまたま。たまたまって何ですか。たまたま泡吹いたりしてる。え、でも泡吹いたら次こいつらの何つうんですか、はい、俺らが読むヤンキー漫画やと、はい、お前うちのもんようやってくれたなみたいな、もっと強いやつが出てきてなんか終わらんじゃないですか、ヤンキー漫画とかやと。いや、でもそんなそんなことも ならない。その時の一瞬そこであるだけで、帰ったらおしまい。もう どこの誰がやったのかも知らないでしょ。なるほどなるほど。あ、じゃあそんな大事にはならないかったかな、多分。それが23ぐらいまで。じゃあ結構給料とかも車に使う感じですか。そう、もうすごい全部車でした。と遊び、女の子と遊んだりとか。あ、じゃあそんなお金も貯まってない。貯まってないです、全然。全部ボーナスとかも使って。へえ、でもまあ謳歌はしてますよ、ね、完全に。で、何きっかけでその生活がこう終止符打たれるんですか。でもうほんとつまんなくて、仕事はもう月曜から金曜。あ、仕事がね、もうほんとに、うん、平日が辛かった。まあ僕にとっては辛かったです。あ、サラリーマンで楽しそうな知り合いもいっぱいいるんで、あれは僕にとってはちょっとつまんない。あとなんか、なんていうんですか、あのいわゆるやんちゃな人らの真面目に働くけど土日は楽しいことするみたいな、はいはいはい、で早めに結婚してみたいなのが結構王道の流れであるじゃないですか、うん、そうですね。それじゃあ全然満足できひん感じやったんですか。そうですね、うん、やっぱ目立ちたがり屋だったですし、あ、じゃあやっぱ仕事でもっとこう目立ちたいな。そうですね。で、友達の結婚式の二次、はい、結婚式の司会を頼まれて、で司会をやった時にマイクを持ってピンスポット当たって、なんか言ったら笑ってくれたり、はい、あ、俺やっぱりこういう仕事ずっとしたかったんだなと思って、それが、ま、芸人とかは思わなかったんですけど、とにかくタレント、芸能界、はい、まあ、とにかく売れてスーパースターになりたい、うん、チヤホヤされてみたいな。なるほど。でもそのお連れさんがタイガさんにその頼むってことは、はい、表記物っていうか何ですか、面白いやつではあったってこと。ありましたね。ああ、じゃあ、はい、タイガさんだったら何かやってくれるやろうなっていう雰囲気のキャラではあったってこと。そうですね。はい。でも今だともう目も当てられないぐらいもう下手くそだったと思う。R1 でも噛んでましたよ、ね、コメント全文字噛んで。それしてる、俺めっちゃ重かったよ。平場、R1 の平場全文字噛んだのよ。オードリーにずっと言われてるんですよ、それ。コメント全文字噛んだって。あ、でも、え、その、なんですか、いじられるような感じの人気者なのか、そういう感じでも今って結構こういじられたりするじゃないですか、後輩とかにも、はい、そういう感じはあったんですか。いじられるような人気者でしたね。
なるほど、はい、でタイガーやっては MC みたいな感じでやって、はいはい、で普通に受けて、はい、あやっぱこういう気持ちやなみたいな。そうで、どこをどうするんですか、タレントになると思う。それでああなんか芸能事務所になんか当時デビューとか出た、デビュー皆さんおっしゃるやつだ、オーディションとかっていう雑誌があって、はいはい、そこに今のなんかとにかく手当たり次第、はい、写真と履歴書みたいな送って、はい、で返事が来たところに行って、その時はまだ仕事は辞めてないんですか、辞めずに。こう辞めていきました。もう3年で、3年の3月で辞めようと思って。もう無職になったんですか。無職になりました。で一から送って送って、へえ、そこからですね。で何かに引っかかったんですか。なんか事務所入って、はあ、なんかオーディションで態度の方とかやったら、おおすごいねみたいな、はいはいはい、でそこで入って、でまあなんか稽古したり、その振られた仕事オーディション行ったりで、受かったっつってなんとかの番組出たりとか、はい、それは役者っていう肩書きなんですか。だからなんかまあタレントですかね、よくマルチタレントみたいな。最初はでまあバラエティっぽいとこも、なんかロンブーさんの番組とかも出させていただいて、ロンブードラゴンっていう、はい、日曜の夕方ぐらいやってた番組なんか出させてもらったりして、はい、ちょっと芸人っぽいじゃないけど、なんかそんなこともやってました。それ何やるんですか、ロンブードラゴンで。タイガーさん街中に出て、はい、ギャルとかにインタビューして、はい、ギャルの言葉をロンブーさんたちがなんかこうチョベリバみたいな言葉があったら、それをなんかシベリアとかなんか落とすみ、うん、なんかそれっぽい言葉で面白くするみたいな、それのレポーターレポーターみたいなのやったりしてました。あ、じゃあもう軽芸能人もう順調じゃないですか。順調に思い描いてた未来、すぐ売れる、すぐ売れると思って。ああ、じゃあすぐ割とそのロングドラゴンとか引っかかったんですか。そうですね。その時給料っていうかバイトはしてないですよね。いや、バイトをしながら。あ、しながら、はい、はい、なんか本当それタレントじゃ難しい、芸人ではないですもんね。まあ、事務所の所属してるのは芸人としてではないですもんね。お笑いライブとか出てないですね。今多分一番やらん芸能界の入り方というか、うん、まあそうかもしれないですね。なんか一番絶妙っすもんね。ほんと当時の感じっすよね、うんうん、そうです、はあ、それでどうなるんですか。それでずっとしばらく2年ぐらいかな、なんかやったんですけど、はあ、はい、なんかこれ売れ方わかんないなってだんだんなってきて。ああ、でも仕事はなんか細かいのはちょこちょこ、細かいのちょこちょこ来るんですけど、うん、まあそれでくらい、それで終わり、上がってっとる感じはせえへん、せえしない、横ばいで、はい、そんな時にテレビでショーパブっていうものを知って、はい、でコージー富田さんが当時ちょっとブレイク仕掛けてた時なんで、うわ、俺が中学の時やな、はい、90年代後半っすね。そうです、そうです、はあ、うわ、で、あ、ショーパブっていう世界あんだと思って、でちょっと地元でモノマネとかもやってたんで、はい、カラオケ行ったら、モノマネやったらテレビ出れんじゃないかなとか思って。あ、地元でモノマネやってたの。カラオケ行って友達と、はい、だいぶ楽しいし明るいわあのモノマネ芸人のネタ好きですわ俺、あれほんと面白い。え、俺らのネタですか。 ありがとうございます、嬉しい、めっちゃ面白い、あれ面白かったな、ゲラゲラ笑っちゃったほんで、じゃあほんとよくある学生時代モノマネ得意やったから、じゃあやってみようみたいな感じの流れで、はいはい、ショーパブ見に行って、はい、で何か2回ぐらい見に行ったら、これ面白いなと思って、はい、でも俺もここ出たいなと思って、すぐに出れないだろうから従業員で入って、従業員で入ってから、まあ、コネ作って、実は従業員じゃなくてステージ上がりたいんですっていう風にしようと思って、それがキサラ、それがキサラで、はあ、その当時にアルバイトで来たのが春日で、あ、そこからしばらくして若林も出演者として出るようになる。ああ、え、来たらで、じゃあ普通のウェイターっていうかバイトをやる、社員で一回入りましたね。え、その時事務所はもう辞めてるんですか。入ってしばらくしてから辞めましたね。あ、いきなり社員で入ったんですか。社員で入って、でもその社員のすごい行動力というか、すごないですか。あ、そうそう、だってそっから芸能界につながってるかどうかなんて、もうタイガさんの何ですか、思い込みっちゃ思い込みじゃないですか。でも今の事務所におるよりは、はい、あれ、まあ、とりあえず正社員になっちゃうんですもんね。そうです、そうです。でも休みの日はなんか芸能のお仕事が来たらそっち行ったりして、うんうんうん、とかもやって。で、何きっかけでこっち事務所辞めてこっちで行こうってなるんですか。なんかこういい感じだったんですか。なんかこっちで出演者としても、あ、従業員兼出演者で出れるようになって、うん、そっからしばらくして。それは従業員の時から僕実はステージの方に興味あるんですっていうのはチラチラ匂わせてたんですか。まあ何ヶ月か経ってから言って、そしたら、じゃあいいよお前やってみる、ちょっとやってみるみたいな感じ、うん、一発目何やったんですか。それエルヴィス・プレスリーですね。ああ、うん、でよかったんですか、もうそれは。そうですね、そのもう社員でやってながらエルヴィス・プレスリーを六本木の別のショーパブとかでやってたんですよ。
休みの時なので、もう音源もあったし衣装もあった状態で、実は僕もこういう活動してて出れないですかってなったら、ああ、じゃあはい、だから意外と何ですか、身長っていうかちゃんと保険効いてますよね。そうですよ、そうですね、ちゃんとしてますよね、はい、そこの動きは。でエルビスで行けるってなって、こっちは事務所辞めて、はい、キサラの正社員兼出演者。そうです、そうです。これは事務所とかではないってことですか。まあ違いましたね。はい、それが結構続くんですか。いや、そんな続く聞かないで、もうこれ社員でやってたらいつまでも社員で終わっちゃうから、うん、もうちょっと辞めさせてくださいと、はい、もうこれ一本で行きたいんでって言って、はい、社員は辞めて出演者だけにして行きました。そこからまたバイトを始め、別でバイトを始めたりしてながら。それが20代後半とかですか。20代の半ばじゃないですか、25ぐらい、5ぐらい。で、要はオードリーさんとかラジオでおっしゃるタイガさんの青春の日々は、はい、あれはタイガさん何歳ぐらいの時なんですか。25、6、7。あ、じゃあこの辺ってことじゃないですかね、はい、で、おどりさんが若い、20代前半ってこと。そうですね。はい、へえ、はい、ほんで、その頃はじゃあまだモノマネ芸人さんですよね。まあそうです、肩書きで言うと。そうです、そうです、そうなるよね、はい。で、どういう風になってくるんですか、太陽さん。そのいや、モノマネ番組のオーディションとか行ってたりしたんですけど、うん、まあモノマネだけではちょっときついなと思い始めて、はい、はあ、ですごいよな、ちゃんとなんか冷静になんか冷静にちゃんと上を目指しながら、はい、固くなじゃなくフレキシブルになんか、はい、そうパターン変えつつ登ってきますよね、もうちょっとずつ。最初が売れれば何でもよかったんで、ですよね、そのこだわりが絶対俺は漫才でとかなかったんで、はい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 、とにかく売れたかったんで、そこはもう別に、そうですよね、ブレブレかもしれないですけど、はい、売れれば何でもよかったんで、それはもう抵抗なかったです。そうっすよね、はい、だから収納術とかに目覚めたら、そのコジマジックさんみたいになってた可能性はありますよ、まあ、占いとかに目覚めたら、はい、占い師やったかもしれない、かもしれないです、売れたいんで。あ、はい、で、まあ、まあ最初にモノマネがちょっとハマったというかいい感じやって、はい、でオーディションとか受けて、でどこうで次のフェーズを、でモノマネのショーパブとか営業だけ行ってたら、はい、うん、売れるのなかなか難しいなと思ってた時に、はい、R1 に出たんですよね、第2回かなんかの、はあ、でそしたら R1 グランプリでショーパブのネタで引っ提げていったら、はい、その騎士団とかのズラかぶったりして、はい、こんなんやってたらショーパブでわーって受けたりふーとかなるんですけど、それ R1 で全然受けないんですよ。そりゃそうじゃないですか、今わかるんですよ、当時はその騎士団で出てっ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 てやって全然受けないんですよ、普段ショーパブで受けてるのは。で、続きましてって言ってズラを取って、こうやってお客さんに背中見せたら、そこドカーンって受けるんですよ。あ、そんな人いなかったから当時。あ、お客さんに背中を見せて変える人いなかったから、そっちが受けて、で振り向いてまた次のネタやったら、モノマネさん来るかみたいな、そこ受けないんですよ。ああ、続きましてってまたこうやってこっちドカーンって、ブリッジがおもろいみたいになってるんですね。そうそうそう、え、何この天然でやってるという。そうです、そうです、そうです。何、そこで初めてお笑いのお客さんの前でネタやるってことですか。そうです、そうです、そうです、そうです。はあ、ほんで受ける場所全然違うなと思って、はい、でもお笑いのネタ作れば、じゃあライブで出てた人が面白い人が売れていくんだから、私はちょっとお笑いのネタ作ったら売れるなと思って、でそこからなんかもうモノマネに限界も感じてたんで。変わってるわけ、はいはい、でもだいぶ大変そうじゃないですか、そっからお笑い。それはなんとかいけそうな気がしたんですか。なんかいけそうな気がしましたね。へぇー、それでも27、28じゃないですか、ね、後半ですよね。そしたらまたお笑いのそっから事務所に入るんですか。いや、なんかそれこそコージーさんとかがいた、はい、当時オフィスインディーズっていう事務所に、はい、まあ、預かりみたいな感じ でオーディション振ってもらったりして、はい、で細かすぎて伝わらないモノマネとかもなんか出たりして、あ、でみたいな時に事務所がなんかちょっといろいろあって解散みたいになっちゃって、はい、でどうしようかなと思った時にオスカープロモーションというモデルさんの事務所がお笑い部門立ち上げるみたいになったから、はい、で知り合いの人にちょっといたんで、あ、じゃあちょっとオスカー新しい事務所は大きいし、はい、お笑い部門あんならちょっと入ろうかなと思って入ったんですよね。そっからオスカーになるんですか。そうです、そうです、そうです。へー、でももうそれが33ぐらいですね。はあ、でもそれが33歳の時ぐらいでした。あれ結構時間経ちましたね、急に。あ、だからそのインディーズ、インディーズ時代でオフィスインディーズでやってたってことで、そこでお笑いライブとかも出だしましたよ。その
要はショーパブからの R1 でお笑いの世界入ってからはもうお笑いライブが主戦場っすか。そうですね、ショーパブとライブと営業と、あ、どっちも出るんですか。どっちも全部出てました。へえ、でもやっぱ全然違うわけじゃないですか、受け方とか。それ対応していったんですか、どんどんショーパブの笑いお笑いライブ営業とか。そうですね、対応していきます。最初は分かんなかったですけど、ショーパブネタでやってて全然受けないなとか思って、はい、で他の人のネタとか見て、ああこういうことかなみたいな。あ、はい、その間は割とずっとアルバイトされてる感じですか。そうですね、常にバイトはいる。バイト先とかでどんどん活躍しません、タイガさん。まあどう、うん、別にそんなこともないですか。活躍してんのかな、わかんないですけど、まあでもバイト先でも楽しい感じでしたよ。そうですよね。なんかサービス精神ありそうですね。ちゃんと、うん、なんか一般の、はい、うん、人ともめちゃくちゃフランクになんかいい。もう全然全然。いやし、なんかバイトリーダーっぽくすぐなりそうな雰囲気があるというか。どこに行っても割とリーダーにはなります。そうですよね。リーダーにされちゃうというか。今までのバイト遍歴って結構やっぱ。いやもうめの全部もうやってない仕事はないぐらい。今はもうそのいや、ウーバーイーツやってますよ。ウーバーはよう、結構もう長いっすね。長いっすね。ウーバーはよう聞くやん。そう、アメトークの時とかそうでしたよ。はい。え、どんくらいですか、遍歴は。何個くらい。いや、わかもう。飲食店とか、飲食も全部。水商売も、うん、あの、ガテン系もやりましたし。で、正社員にならないか的なのも多分いっぱいありましたよね。まあ、ありましたね。まあ、それはなんなかったですね。もう一回サラリーマンを経験してるんで、どういうものか知ってるんで、またあっちに戻りたいとは思わないんですよ。もうそれはお金に苦労しないかもしれないけど、もうあれを3年やってるんで。だから23から今48で、だ25年ぐらいもう芸能、そうですね、生活で、はい、今もやっぱ売れるためやったら、はい、どんなんでもエッチいいですか。もう全然断る気はないですよ。でももう今ネタをガーやりだしてから結構経ったじゃないですか。はいはい、もう経ちました。もっとなんていうんですか、ネタ一回やめてそれこそ占いとか、はい、なんか そういう方にはなかったんですか、考えは。占いあんまり信じてない。いや占いだけじゃなくてもいいんですけど、はい、ネタって言ったら一番、まあ、効率悪いっちゃ悪いじゃないですか。悪いですね。はい、でも売れるためやったら何でもええって言っとったタイガさんが、はいはい、未だにずっとこうネタとか、うん、キャラクター新たな生み出そうってもがいてるじゃないですか。はい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 、それは何でなんですか。もっとこう楽そう、楽そうで早そうな切り替えはなかったんですか。モノマネからこう切り替えたかのような、こういう、うん、役者からモノマネ行って、はい、初期は結構フットワーク軽く、うんうん、ネタだけすごい長いじゃないですか、はい、はいはいはい、それはネタがちょっと楽しなってもうた感じがあるんですか。まあ単独とかやるのは好きですかね。でもまあ売れたいんで別にネタで絶対っていうわけではないですね。多分思いつかないんじゃないですか、そういう占いとか。あんまりなるほど。何をやっ、 YouTube チャンネルとかも立ち上げたわけけど、何をやったらいいのかなっていうのが、なんか分かんないっていう。なるほどなるほど、うん、はあ。でももう本当に無人島とか行くロケとかでバカ売れするんやったらそれでも全然全然いいですよ。食レポでも何でも、はい、ああ、はい、全然、はい、あのネットリックスの映画とかドラマでとんでもない役来てそれで有名になったりとか。あ、そこは変わってないんですね。とにかく芸能界、はい、芸能人の売れとるところになり、はい、行けたらいいみたいな、ね、はい、ただ今はやっぱ芸人が好きなんで、うん、あ、まあ、確かにそうですよね、芸人は好きになりますよね。やっぱり芸人の場が好きですよね。あ、それだいぶありますね。大変さ、多分芸人さんがすごい好きになったんですね。好きになりましたね。やっぱこんな面白い人たちいないから。ああ、うん、芸人が楽しいんだ。そうですね、社会人も経て、はい、だからやっぱ女芸人さんとかなかなか恋愛できないだろうなと思っちゃうんですよ、はあはあはあ、だってこんな面白い人たちがいて、はあ、一般の人でなかなかこんなに面白い人はいないと思うんですよ。なるほどね。稼ぐ人とかいるでしょうけど、はいはいはい、普段のこういう会話とかが、はあ、もう僕サラリーマンやってたから分かるんですよ、一般の方がどういう会話のレベルでとか。いや、だからタイガさんだって人生の各時期が、はい、第一声級のエンジョイしてるじゃないですか、はい、俺らなんて中学やんちゃもできひんかった、うん、でもやんちゃの人楽しそうみたいな、はいはい、で高校はもう部活、はい、全寮制、あ、寮の部活ってもうある意味もうマックスで謳歌してるというか、はいはい、で、うん、お金手にして車入れてこうナンパしまくる社会人とか、はいはいはい、
こうなんていうんですか、全フェーズで多分その時一応その世代で一番楽しそうなことを選んでるというか、はいはい、選べてる感じするんですけど、結局、はいはい、今もう人生の半分以上言ったらその芸能人に憧れてる時期やないですか、はいはいはい、やけど芸人とおるこの期間が一番楽しいんです。楽しいですね。じゃあ嬉しいです俺らも。いやだから今日呼んでくれたのがめちゃくちゃ嬉しくて、いやでそうかまいたちさんとか霜降り明星とかコロチキとかも、はい、面識なかったり1回しか会ったことないのになんか番組でめっちゃ俺の名前出してくれて、めちゃくちゃ嬉しいですよ確かに。感謝祭とかでもやっぱタイガさん何位か気になりますよね。あ、タイガさん頑張っとるとか。いや、だからじゃあ俺ら芸人になってよかったなって思いました。その、タイガさんが全部見た上で、はい、芸人が今一番楽しいって思えてるってことは、はいはい、なんか、俺らも芸人になってよかったなってちょっと思いました。それでもう一線で活躍してるニューヨークが俺のこと呼んでくれたとか、嬉しいと思って。いや、それは嬉しいよ、確かにな。それは本当嬉しかったですよ。嬉しいっすよ、確かに。次はだからめっちゃこういわゆるタイガさんが思い描いた芸能人になった時に、はい、どれぐらい楽しいかはまた新たな段階っすよね、まあ、そうですね。その見たことないですけど、でも、はい、まあもう俺が売れたかった芸能界ではちょっとなくなってきてるじゃないですか皆さんもお気づきでしょうけど確かに。で、あと年齢でもないし、マックス乗ってた時の芸能界、そう年齢もクラブのVIPでこういう年じゃないし、そうですね、もうご家庭もあって、ご家庭もあって、はい、だから別にもうそれをしたいとも思ってないし、はいはいはい、でもやっぱり有名にはなりたいし、お金ももっと稼ぎたいから、別にそれは社長やって稼ぎたいわけじゃないんで、なるほどな、やっぱそこはやりたいは、売れたいは売れたい。でもある意味そのマーク2乗っ取った頃のタイガーさんって、はい、まあ、お金、大金持ちじゃないかもしれないですけど、はい、お金はあって、はい、で VIP でこうやってたわけじゃないですけど、はい、女の子にモテて遊んでたわけじゃないですか、はいはい、だから今おっしゃった売れて手に入りそうなもんって、ある意味本当はもう手に入れたことがあって、あったかもしれないですね。結局手にその時一番欲しかったなんか今の芸人としての楽しさ、はい、多分そこはもう今手に入ったじゃないですか、はいはいはい、だからもう全部手に入ってないですか。まあ本当に入ってます、はい、だから正直今売れたいのってもう、はい、家族とかになってきてますよね。タイガさんの欲望っていうよりは、まあ、あとオードリーとかこう前出してくれた、はいはい、人たちに恩返ししたいなっていう。そうですね、多分めっちゃ喜びますもんね、タイガさんが今もしそうとんでもなくネットリックスだろうが、はい、めっちゃ売れたりしたら多分オードリーさんはタイガさんやったってなりますもん。そう、ペコパとかもいっぱい名前出してくれたから、その辺にそこにちょっとこうなんか返せたらいいかなみたいなモチベーション、まあ、そうですね、恩返しですよね。ある意味もうコンプリートしてるんだよ、タイガーさん。人生の幸せ項目で言うたら。そうだね、もうその全部ね、うん、本当こう若い時から今ご家庭持つもん、ね、まあまあまあ、でもその独身時代はでも世の中の楽しいことを知り尽くしたと思ってたんですけど、やっぱ子供生まれて、あ、こんな楽しいこと知らないで40何年間生きてきたんだっていうぐらい、はい、今やっぱ子供といる時間が楽しいですね。でもそれも20代の時子供出たら今なんですか、タイガーさんが味わえた楽しみもしかして味わえてないかもないかも。だから最高っすよ、タイガーさん。最高なんですよ、いい時期いい時期に子供も生まれて最高なんですよ、タイガーさん。そうですね、だから本当にあとはもうだからそっちことね、お金、恩返しとお金っすね。そうですね、タイガさん自身が、まあ、子供、お子さんとか奥さんとか関係なく興味あったり楽しそうやなって思うこととかってあります？そう、これやってみてとか。え、子供とか関係なくタイガさん自身がの欲望、まだ満たされてない項目というか。バーベキューとかをやりたいですね、はい、やってるでしょ、死ぬほどやってるんですよ。いや死ぬほどやってるんですけど、やばいっすよ。いやいや、勘弁してくださいよ。なんでですか。バーベキューとかを準備から全部一人でできるようになりたい。いや、なりますよ。いや、すぐできるんですよ。たまに YouTube で。いや、もう今のが答えですよ。もう幸せすぎますよ、タイガさん。僕でもいつもバーベキュー開いて集めて終わりでやってもらうんですよ、はい、それゼロからできるようになりたいなっていう。え、じゃあ、はい、月1000万ぐらい稼ぐぐらい大金持ちに芸能人としてなった場合、はい、どんなことに金使いそうですか、自分って。ああ、まあやっぱり家を、はい、僕ルーフバルコニーが広いとこ好きなんで、はい、ルーフバルコニー、え、
もうバーベキューしたいから。バーベキューしたい。し、プールとか出して子供といっぱい芸人仲間の子供とかも一緒に遊ばして。はいはいはい。こっちでバーベキューして。東京でそれ相当金持ちですもんね。まあ相当金持ちですよね。を芸能人としての給料でそれができるみたいな。できたりしたら最高だなと思いますね。これはすごいな。あ、ちょっとおいでやす小田さんのチャンネル出てほしいですね。幸せ、おいでやす小田さんが幸せって何かをこう突き詰めてるチャンネル。タイガさん結構すごいかもな。確かに。あのその毎回あなたが思う一番幸せな人誰ですかって聞いて、はい、その人に、はい、あのどんどん小田さんが会いに行ってるんですけど。へー、小田さんは幸せじゃないんですか。小田さんは今幸せじゃないかもしれないです。へー。あんだけ売れたんですけど、いろいろ考えてるみたいです。幸せって何だろうみたいな。はあ、幸せ。タイガさん誰かのこと羨ましいって思ったりするんですか。いや、売れてる人羨ましいな、羨ましいなって思うんですよ。でも、まあ、売れた先の苦労もあるんだろうなとか思うと、もう結局、今ある悩みは売れたところでまた別の悩みに変わってくるだけだから。あ、なるほど。悩んでたって落ち込んでたって、はい、どうせ時間は過ぎるから楽しんじゃおうっていう。なるほど、すごいよ。すげえよ、タイガさん。絶対楽しまないと損だから。もうどうせ、あ、どうせ時間過ぎてくから。そうですね。どうせ死ぬし。あ、だったら楽しんだ方がいい。すごいっすね。そうっすよね。今現時点は悩み何って言われたら何すか。だからその僕この年で売れてないから悩み相談系の仕事とか来るんですけど、はい、悩んでないんですよね。ああ、そのくすぶってるとこ聞きたいですもんね。この年で辛いですっていうのを本当は聞きたいですよね、みんな。いや、まあまあ本当にたまにずっとウーバーイーツばっかりやってて、なんだこう、なんで俺またずっとウーバーイーツだなとか思う時ありますけど、いやいや、まあまあまあ、でもね、みたいな。だんだんまた楽しいにシフトして。そのからくり知りたいですよ、みんな多分。なんでシフトできるんですか、まあまあまあっていう。いや、楽しみを作って、なんか、あと5件配るまでトイレ行きたいけど、絶対我慢してない。いや、だからシンプル根性もあるんだよね。態度で培った我慢強さとか、体育会の乗り回りで。体力は絶対あると思う。あ、連れとかとはどういう感じですか。その20歳ぐらいの時に一緒に車乗ってた人とかとは今どういう感じですか。はい、あ、全然今もう子供できて一緒に休みの日とか明日もあのちょっと遊びに連れてったりしますよ。あ、未だに仲いいですね。はい、仲いいですね、地元の友達とか。はい、でタイガーさんのこともやっぱ応援してる感じ。もう単独あったらみんなで来てくれたりして。あ、もう今も。はい、今も全然。マジっすか。はい、全然。48で。はい、何人足んないんだっつって。まあ今もちょっと40人ぐらい足んないっつったら、じゃあ40人ぐらい連れていくわっつって。ちょっと久しぶりに食らいましたわ俺。え、何がですか。うだまん以来の衝撃かもしれないです。なんか食らいました、タイガさん生き方とか。え、何に。マインド、マインド。本当はタイガさんみたいになりたいです、みんな。そうなんですか。はい、え、バイトしなきゃいけない。バイト、あ、まあ確かにそうですね。でもまあ、なんつうんですか、メンタルの構造とか、なんか常に楽しそうな感じとか。まあまあ、でも、腐りそうになった時期もありましたよ、それは。30代後半とかの独身の時の。もうやめようかなとか思った。30代後半って10年ぐらい前ですよね。だからオードリーさんも売れて、はいはいはい。え、タイガーさんがだから R1 決勝行く前ぐらいで。行く前後とかは。5もっすか。5の方が決勝行ったのに全然仕事が増えないっていう地獄が待ってたんで。あ、じゃあ結婚がだいぶでかいってことですか。結婚がやっぱでかいっすかね。あ、でやっぱり、うん、そこで全然もう今はもう楽しいし幸せだから。30代後半がちょっと時期はありましたね。その結婚を20代とかでせんかったのはやっぱまだこう食えてないというか。食えてないし、売れてからやみたいな。売れてからみたいにずっと思ってましたね。その逆にそのタイミングを決めたきっかけっていうのはどういう。まあ一緒にいて楽しくて、もういろいろ価値観もあってこの子だなと思って付き合ってたんですけど、付き合って同棲もしたんですよ。うんうんうん、だけどやっぱり結婚に踏み切れなくて、うん、売れてないし、で向こうもお金ないんで、うん、そんなに。だから金のない2人が一緒になってもななんてずっとぐず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 してた時に、うん、もう、2016年かなんかの大晦日に、うん、でもうお台場でバイト終わりに2人で飯食ってたら、うん、時計がどんどん
8時、9時、10時ってなってて、めっちゃ寒いでしょ、 どこにいるんですか。ああ、なんかダイバーシティかなんかのレストランで、レストランで、はい、バイト終わりに飯食ってたんですか。はい、ほうほうほう。ほんで豊かやな。ああ、もうこのまま年がバイトしてる。そう、バイトでも飯も食うてます。ちゃんとメリハリしてる。楽しんでるんちゃんと。ほんでもう、あ、今年終わるなと思って、うん、多分年明けたらまた、うん、金ねえしなーでもなーってこうズルズルするなと思って、はい、あ、俺の性格だと、はい、年が明けたらまた1年間、はい、プロポーズもせずに過ごすわ、ダメだ今言おうと思って、そこからレストランごめんお腹痛いわっつって出てって、それでジュエリーショップあるかなと思って、走って出てって、はい、それでもう一軒だけやってたジュエリーショップに今からプロポーズしたいんです、はい、その間奥さんお店にだからお店にお腹痛いよ、お腹痛いからっつって待たして、だいぶ、ま、だいぶかかるでしょ、でもそれ、うん、心配やよ。そう、それで行って指のサイズはって分かんないですって、あ、多分大体9号で後で直しもできるんでみたいな、じゃあそれでっつって。めっちゃタイガさんや、そのエピソードもすげえ、すごいっすね。で8000の指輪買って、はい、でそのままバーって走って戻ってたら汗だくで、はい、よっぽどお腹痛いんだろう思いますよね、向こうは思って、はい、早く帰ろうみたいになって、はい、いやちょっともう海だけ見て帰りたいって言って、もうそしてもう10、11時とかなるんですよ。うわ、でも今年がもう明ける前にと思って、長く時間かかっちゃってごめんねって言って結婚しようって、はい、それが何歳の時ですか、太陽さん。それが41です、ね、もう41ですか、はい、大晦日にプロポーズしたんですよ、もう。絶対ダメだ、俺このままだとダラダラすると思って。はぁ、で、奥様はおいくつですか、その時。7つ下なんで34ぐらいでしたね。あ、じゃあまあ、はい、適齢期というか、まあね。はぇ、ね、もう本当思いつきというか、もう、あ、ダメだと思って。そっから第2章ですもんね、お子さんが生まれて人生がまあ変わりますもんね。そうですね。そっからまた楽しいなったもん。もうめちゃくちゃ楽しい、もう、はい、かわいいし、大好きな家族がいて、もう芸人仲間がたくさんいて、はい、めちゃくちゃ楽しい。地元の連れもいるし。そうですね、はい、いつ腹立ちました最近。最近腹はまあ道路を守んないループがブワッとこう横切ったりしますぶねえなと思ったりしますよ。タイガさんも出てほしいな。タイガさんも藤田さんみたいな動画出てほしいな。本当やな。それとかぐらいですか、なんかもう、まあ、怒ったりはしてないですか最近も。怒る、はい、もう子供に悪いことしてダメとは言いますけど、その本気でもブチ切れるみたいなのはないですね。まあまあそうっすよ、そりゃそうっすよ、本当だもんな。そうか、いいっすね、じゃあ。いやまあまあ、でもまあ売れたいっすよ、やっぱこのずっとバイト、そんなこの年でまだバイトはちょっと嫌だから、かっこいいとこ子供にも見せたいし、奥さんとお子さんのためにもっていうのは、はい、ありますよね。それはあります。嫁がずっと絶対売れる、一番面白いからって言ってくれてるんで、くれてたんで、お前の信じてたものは間違ってなかったよって言ってあげたいなって、はい、そういう気持ちっすよね、はい、ずっと奥様はもちろん、そうですね、地元の連れも絶対喜びますし、まあそうですね、てかもう、じゃあ売れたらもう完璧っすね。いや、そうやね、完全転廃してるの今、人生。そうだよね、うん、でも売れてないんで、そこがまだ満たされてないですよね。だから売れたらそうか、うん、そうっすよね、うん、うん、マジでそうっすね。うん、どうやったら売れるんですか、タイガさんはい、でももう なんかタイガさんのことはみんな知ってはいますもんね、芸人はもう。いや、うん、芸人は多分みんな知ってるじゃないですか。でも今日とかも営業行ったら全然知ってる人って全然わかんないです。うん、そうか、そこっすよね、うん、そのみんなが知ってる人になるための方法ってことですもんね。あ、僕売れた売れてないの線引き、はいはい、あの難しいじゃないですか、はい、誰以上が売れたか、ね、難しいです。僕結構あのバッとあるのが、はい、あなたのモノマネする人いますか、はい、なるほど。モノマネされだしたらいよいよ売れた。だからそれはモノマネ芸人が真似しなくてもいいんですよ。素人顔そっくりでも、あ、ちょっとちっちゃいニューヨーク屋敷みたいなんで出てきたりとか、うん、そんなんでもいいです。だからこの間ラパルフェが来てくれて、俺らのモノマネをなんか営業でやったらまあまあまあウケるって言って、ああもうだからそれめっちゃ嬉しかったの、はいはいはい、なんかそうピンとこんかったの、確かにピンとこんかった、すごいそういうことっすよね。そうですそうです。
だからそう、え、どうしたらいいとかある、タイガさん、タイガさん、うん、なんとかしてくださいよ、タイガさん。でもなんだろう、まあ R1 引き続きっすもんね。まあ出ます出ます。まあ一番手っ取る場合のはやっぱブレイキングダウン出てもらうかと思いますけどね。出るなら今っすよ。俺でもああいうの嫌なんですよね。なんかこうおいてめえみたいな、なんかああいうのはないんで。そうっすよね。なんかまあそうっすよね、うん、確かに奥さんも心配しそうだしな、だし怪我したくないしな、怪我したくないですね。もうちょっと若かったらねチャレンジしてみたいもうちょっと若ければ全然言ってたかもしれない。なんか生きるやつとかをなんかすごい笑顔で倒したいなっていうのはありますよね。そんなこっちもああみたいになんない。なるほどね、いい本当に強いやつです。やめてください、あなたパーンってやった、うわそういうのになんかちょっとやってみたいなって思う。誰ですかね、タイガーさん世代で最近こう売れた方というか、タイガーさん体感でいます、自分と同じぐらいの芸歴で。まあちょっと前ですけど錦鯉さんとか、錦鯉さんとかになってくるのか。マシンガンズさんとか、あまたでもなんか本当に僕らが言うのもあれですけど、なんかラビットとかに一瞬でハマるのは想像できるよ、タイガさんが。ニューヨーク動産出てくれませんか、もしあれ。いやいや呼んでください、何ですかそれ。何ですかそれ。引っ越しするよ。なんで何かわからん、引っ越しする予定めっちゃあるんですよ。え、はい、ただまだ家決まってないですけど。え、マジ探しましょうよ、じゃあ探したいんですよ一回。じゃあスタッフさんに言うてみますか。いやマジで、あそれ俺送ったんじゃないかな、忘れましたけど。あマジで今チャンス大城さんはい、はい、の家を探してるんです。はいはいはい、ちょっと渋すぎるか、チャンス大城さんからのタイガさんいやでもいいじゃん、お茶の間にはフィットしてると思う。そうやろな、なんかめっちゃ応援したいよな、タイガさんの感じとかやったら。そうなんですよね。ちなみに家賃どんくらいのとこで考え、今8万5000円なんですよ、はい、安いでしょ相当。場所だってさっきお伺いしましたけど、そこで8万5000円です、はい、で家族3人ですか。4人、4人、川の字で寝て。お子さんお二人いらっしゃるんですか。はい、すごい。それだからもう子供寝かしつけ始まったら襖1枚なんで、はい、もうテレビもつけられない、電気もつけられない。うわ、でも本当トイレとか入って動画見たり配信したりで配信してる。トイレで配信しますよ俺。え、1L ってことですか。いや 2K 2K だけどもう襖1枚なんで、もう音ダダ漏れなんで。あーそれは大変。ちょっと次引っ越すとしたら家賃どれぐらいにしますか。まあ13、まあ、だいぶ上げますね。超えられない。できれば超えられないです。超えられない。逆でさ13は超えられない。超えられない本気やね、さっき超えられへんを言ってくれるとはあの探しやすいです、はい、だできれば10万11万ぐらいがいいけど、はい、めちゃくちゃいいなら12万ちょっとも考えなくはないけど、絶対13は超えられない。13は超えられない。もうウーバーイーツのバイト増えるだけだもん、そんな。エリアはどの辺がいいですか。がもうでも本当にいろいろ考えたんですけど、はい、今の子供たちがあそこの小学校行きたい、保育園の友達いっぱいいるからって言うんで、 あそこの区域にしたいなと思って。そこさっき聞いた区域は結構いいとこじゃないですか。ですけどもうそこで、そこで11万12万ぐらい、13万は超えられないそこでちょっともうちょっと広いとこ、あでちょっともうちょいカチッと空間が分かれ て空間が分かれて、でこっちを子供部屋にしちゃってもいいしみたいな。そしたら2段ベッドにして、こっち子供ね、こっち大人ね、で一応キッチンで、まあ狭いですけど大人。これでもちょっと言うよ、ニューグドさん。いや俺確かにこれちょっと絶対言います、忘れよう。絶対お願いしたいですね。はい、こんなドラマないよ。ドラマだな。あすいません、はい、ということで、タイガさんごめんなさい。いや、めっちゃ喋ってもらいました。いやいや、大丈夫でした。いやいや、ありがとうございます。俺は嬉しかった、楽しかった。詳しい話は本に書いてますんで、読みたい、タイガさんの方、タイガさんの本読んでください。読んでください。ということで、タイガさんありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。